はい、今週はどんな、今週ですか、何やりました。いや、今週はもう一般質問のやつですかね、うん、一般質問のやつがもうほぼレポート作戦なんで、はい、僕がやってるのは質問の内容もほぼできたんですか。もうできてますよ、もうずっと、うん、今言いますか。で、子供の、はい、あの貧困格差と少年非行についてと、はい、子供の居場所についてっていうテーマはその3つですかね。子供関係でまとめたって感じですね、うん、まあこれからを、うん、これからの子供たちの、うん、はい、将来の子供ですね、それに特化してますかね、僕は、はい、他の人は全員コロナなんで、やっぱ全員コロナで僕そうだ、何十人もコロナで、あ、まあ、何十人も言っても仕方ないじゃないですか。だったら自分は自分の、お医者さんもいますしね、いいんだな、お医者さんもいますしね、うん、だからそういう人もいるんで、そういう方の方が説得力あると思うんですよ。そうですよね、うん、やっぱり特色を出さないと、うん、まあ今の時期でコロナのことだけ言っとけばイメージはいいかもしれないですけど、他の人でいいと思うんですよ、うんうん、今日も聞いてましたけど、うん、はい、全部コロナの話なんで、お医者さんとかの言うことをちゃんと聞いてる方がいいと思うんですよ。まあ議員さんにもいますからね。まあだから自分はまあこれからの多いっす、僕これからの子供の10年後20年後のことを思って言う方がいいかなって思う。学習支援とか子供食堂とかですね。そうっすね、うん、やっぱ居場所作り、子供の家庭に居場所がない子供もいるじゃないですか、うん、親の虐待とかね、そういうのもあるんで僕はそっち方面に、うんうん、ていうかもう今週いろんななんかもう配信する人すげえ来るんですよ。え、そうなんですか。他にもなんかちょろ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 いるんですよ。お願いします、配信でいいですかとか。あ、もうみんながみんな喋ってたら俺もやることがあるんで、あ、最近もほぼ受けてないんですけど、その割にはあんまり YouTube 出てないですよ、うん、全員の受けてたらやばいじゃないですか、うん、再生数稼ぎでTikTok 撮ってくれとかも来るんですけどTikTok やってくれとか人の選挙応援行ってくれとかもあるんですけど、今そこまでもう手が回らないんで、ね、何のために戸田の深海になったのかって思っちゃうから、そうですね、うん、例えば先週の土曜日か日曜日なんかどっかで市役所前でやったんですよ、うん、子供食堂みたいな感じですね、うん、市役所でやってたんで、うん、自分が当選する前に、はい、自分が当選する前から多分決まってた行事なんで、あ、自分はスタッフとしてはできなかったですけど、はい、ボランティアとして、ボランティアとしてもできなかったんですよ。スタッフの陣営決まってたんで、次は行きますけどね、まあ、基本見てるではお話を聞くだけっていう感じ。この前ですか、自分の子供と行ったんですよ、うん、あ、だから次は、ね、スタッフとして、ね、として行きますけどね、うん、他の市議会の議員の方もいたんで、うん、自分は急遽個人的に行ったんで、うん、他の方はちゃんとスタッフとして働いたってです、うん、そうですそうです、行ってて、いろいろ忙しいっすね。だから別のことも今、調べられたりもするんで、それもあるし、一般質問もあるし、議会もあるし、委員会も、特別委員会、常任委員会、常任委員会何やるんですか。常任ですか。自分は文教建設。これは会議をやるわけですね。やりますやります。あと視察に行ったりとか、うん、15日に常任委員会がある。15、そうですね、うん、これはちょっと1、2時間ある感じですか。4日ぐらいありませんか。いや、時間的に理事会の時間的に予定的には、いや、2時間ぐらいじゃないですか。10時ぐらい集まってですか。多分10時からです。じゃあ午前中ちょっとやるっていう感じ。午前中を4日間やる感じなんじゃないですかね。じゃあこの特別委員会っていうのは中間市の議会改革、うん、これも 2,3 時間あるってことですか。いや、わかんないですね。ちゃんと始まるのが今回初めてなんで、今日の本会議は何時までありました。
今日は10時から3時ぐらいまででしたかね。お昼休憩挟んで5時間ぐらいじゃないですか。で8日もあるっていう感じですね、今回もね。ありますあります。10、11、12と。そうっすね、まあ、暇な人は見てき見に来てくださいって感じですよね。そうっすね、10時から。うん、ファンの方はね。まあ今月は忙しいっていう感じ。今月はそうっすね、で別のこともしなきゃいけないので。そうですね、あと外の活動もやらないといけないし、子供食堂とか、あと夜回りとか、うちの子供が家出しててちょっとクレイジー君のこと好きだからクレイジー君を迎えに行ったら帰るかもしれないとか行きましたやけど。あ、なんかありますね。あれは何ですか、何歳ぐらい。中学2年生ぐらいな、中2かな、男の子で迎えに来て行ってくれて。いやいや、なんかクレイジー君連絡してみる、インスタグラムは分かるんで、はい、インスタで連絡して迎えに行って。いや、いつも DM くれる男の子なんで、はい、僕には普通ですけどね。あ、まあ、ちょうどほら親がうざったい時期ってあるじゃないですか、まあ、反抗期ね、反抗期ね、でも素直な子なんで。なんか最近夜出かけちゃうから、うん、僕が言った方が帰ってくるから、いやお母さんとしては心配するんですよ。だからまあそういうのは別に嫌いじゃないから。だって俺もさ、あれですもん、最初少年飛行に走って、飛行っていう方はもうおかしいか、グレた理由は最初家出から始まりましたからね。で夜の街行ったらみんな話聞いてくれるから、意外にお役所の人間よりは、ね、夜の人の方が意外に心開いてくれる人いるわけですよ。で気づいたらね一員になっちゃった、そういうパターンも多いから。でもあれだな、俺たちが20年前か、初めてそう悪いことしだしたのって13歳ぐらいなんですよ、はい、だから20年前じゃないですか。自転車窃盗とか。いや、そういう、もっと上でしたけど。もっと上ですか。いや、もうバイクとか乗るじゃないですか。例えばね、暴走族入ったりとか、だって20年前のあれと今のちょっと犯罪の種類が違うっすもん、うん、特攻服着てやっぱタイマン張ってっていうよりはね、目に見えない犯罪が多いんじゃないですか。 SNS 犯罪とか、とかあと振り込み詐欺とか、そう、受け子とか。20年前だってそういうのなかったっすもん。まあ、分かりやすい犯罪は昔じゃないですか、今はね、ちょっとね、意外になんでこの人かっていうね、犯罪あるよね。手伝うからちょっとお金。いや、たまにおばあちゃんもいるじゃないですか、受け子になってる、はい、いやー時代がすごいなと思って。でも SNS で出会ったりするわけですよ、そういう。 SNS なかったし。ないですよね、声かけられないって無理ですもんね。ないっす、ないっす、ないっす。あれじゃないですか、スタービーチぐらいだな、知らない知ってる、スタービーチって懐かしい。いや、もう世代じゃないでしょ、知らないでしょ。あ、知らないの。よく話してますよ。俺はもうスタービーチ時代やから今のインスタグラムの感覚でやってたよ。はい、今どこぐらいだ、もう議員になって1ヶ月経ったっすね。1ヶ月。そう、もう1ヶ月か。あれが、申し立てが終わるのはあと半…いや、でも終わんないっすね、30日で終わんないっすよ。終わんないっす、終わんないっす。粘るんですか、選管は。じゃないですか、もう別にもう、それはそっちにも任して、もう自分は、やることやるだけです。まあ普通に、まあやりたいこといっぱいありますもんね。はい、ちゃんとやることをこなして議員としての仕事をする、まあ議員以外の仕事もいろいろね、地域のために、そうですね、議員として夜回りの仕事はあるわけじゃないですけど、でも個人的にそういうの好きじゃ、嫌いじゃないから、それは別に、趣味の延長じゃないですけどまあそういうの別に苦にならないんで、人のお世話とかも苦にならない。若ければ若いほど苦にはならないですよね。だって昨日も大宮の夜街歩いてたんですけど、はい、ついでにね、はい、普通にそういう子供を迎えに行ったとしても、知らない人がキャバクラに飲み行ってんのかと思うじゃないですか、はい、え、その子はキャバクラに行ったんですか。違いますよ、大宮らへんで家出してたから、ほら戸田って歓楽街がないんで、大宮とか、歌
田口行っちゃうんですよ。ああ、うん、最近あんまりそんなに若い子がそういう歓楽会うろうろしてたことないですね。なんか満喫にいたのかな、満喫らへんにいたのかな、わかんないですけど、友達ん家とかほら、そう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 、とかそこ行って、昨日は大宮の飲み屋街らへんちょっとね、夜回りのついでに通りましたけど歩いて、はい、寂しいもんすよ最近ね、そういうコロナのせいで。ガラガラだったけど、もう人はまあぼちぼちいましたよね、自粛中といえど。めっちゃ俺キャバクラのキャッチに、あれスーパーグレイジー君飲んできませんかみたいな、いやいや俺ちょっとね、いや飲んでると思うじゃないですかさすがに、いやまあ自粛が明けたらいいんですけどみたいな。だってこんないかにも問題になるわけで、今飲んでたら僕はコロナの時にね、しかもスーパークレイジー君さん、いい格好のネタじゃないですか。はい、コロナ中、自粛中飲んでたと。あなんか別になんか、うん、今はなんかね、そこまで遊びに目がいかないんですよね。あんまり遊びたい気持ちはない。いや、夜っていうのはなんか、そのスポーツとかでみんなでこう遊んだりしたいですけどね。フットサルは。揚げ足取られますよ、今こんな時期に自分、僕が飲んでたら。うん、宅飲みしないともう家で一人で飲む方がいいっすね、問題にならないし一人だったら、だからあとは最近あんま寝れてないんで、ずっとなんかそうなんですよ、何するにしてもね、何するにしても睡眠しなきゃ、何するにしても一回か考えて行動するんで、やっぱ、他の市議会議員でも堂々とできること、自分でもできる、僕だったら叩かれることありますから、まあいい意味悪い意味で、ありますよね。だから、いやいつ落ち着くんだろうこれ。県に行って半年。2年ぐらいかかるでしょうね。まあかかります、ね。長く思って2年と思った方がいいですよ。まあまあまあ、まあ、それはそれはそっちにもう裁判所とかにもそういう県と市にも任せて。まあ出るとこは出ますけどね、まああんまりこうなんかそっちばっかり意識してたら何のために選挙出たのか分かんないんで、仕事をちゃんとできないとダメですかね、はい、また戦われますか逆に。いやもちろんもちろん。分かりました。だから本当にこれからは真面目に、まあね、この当選して1ヶ月で戸田を変えれるとかみんなすげえ言われるんですよ。お前からでも何も変わってねえじゃんって言うんですけど、1日2日で変われるんだったらもうね、やっぱね4年間の任期がありますから、それまでにはもう確実罪を残さなきゃいけないので、結構まあ SNS で言われるんですよ、何も変わってねえじゃん、じゃあじゃあお前やってみと思いますよ。お前ね、1日2日でお前変えてみろって言いたくはなるけど、まあ言うとねあれなんですけど、まあでもやっぱコツコツしていかないと支援者は増えないですよね。そうですね、これはマジで思いますね。だからあと、ちょっとあとなんだ、まあ、あとは会議の日が質問する日が13日です。12ですね、僕は12です、12で、12夕方昼過ぎぐらいですか、昼の1時からですね、昼の1時で、あとはまあそれ見に来てください。いや別に無理しても無理しなくてもいいし、他の人はほらずっと40分ぐらい喋ると思うんですけど、自分はもう40分喋ればいいと思ってないんで、パッパッパッって言って分かりやすい言葉にしたいですね。今からそれ作るんですよ、聖書を。まあ中学生でも分かるような言葉の方がいいかもしれんよね。ね、あの慣れない言葉が多いんで、やっぱりこうあのね、ちょっと言葉を、お役所言葉をやめて、いやまあお役所言葉に近いけど中学生とかでも分かりやすい言葉を、まあカッコつけた言葉言わなくていいかなって感じかな、はい、なんで、まあ、とりあえずは3月はちょっとやることがいっぱいあるよ、めっちゃあるんで。まあ今日の夜はあれですけどね、まあ、駅の前に立ってちょっと挨拶して帰りますけどね、何かありましたらとか言って、よろしくです。
頑張りますんで、うん、はい、ありがとうございます。